法政らの戦術が功を奏し、劉備は魏軍に勝利、漢中一帯を制した。だがその直後、義弟関羽の死という信じがたい報が入る。慶州を預かっていた関羽は、葬儀を攻めるべく繁城へと進攻した。戦局は関羽有利で推移していたが、そこへ孫悟が参戦。孫劉の命を破り関羽を攻撃。関羽はその不義の刃に倒れた。悲憤する劉備、そこへ今度は義弟張飛の訃報が届く。呉と内通した部下が張飛を暗殺、そのまま呉へと逃亡したという。吹きすさぶ非道の嵐、乱世に陣を掲げきた男が怒りに震える。許すまじ孫悟、そのことごとくを討ち、義兄弟たちの無念を晴らさん。劉備は諸葛亮らの制止も聞かず、自ら大軍を率い魏領へ進軍した。方正、そして父を失った韓銀平も闘志を秘め、報復の戦場へ臨む。法硬直、全てに報いよう。おのれ、僕も兄弟よ。もはや命などない。この手で孫悟を討つ。殿、頭を冷やす水でも汲んできましょうか。激せず周到に、全力で叱るべき報いを。それが恨みを晴らす時の鉄則です。ならば早く策を聞かせよ。だから激せずですよ殿。司祭は出陣の折にお話しします。まずは敵の構えを暴き、次に裏をかきます。これは若い者に任せましょう。敵を丸裸にして大将を討つ。この美味しいところは俺たちでやります。いいだろう。法政、指揮はお前に任せよう。では行くぞ。みんな、必ずや兄弟の仇を取るのだ。この長大な陣はいただけない。分断してくれと言っているようなものです。ボア、中央に家計を仕掛けるでしょう。早く前線を使うのか、手遅れになります。力に変えてみせる。正当な放置戦を始めるし。こんなところにも敵がいやがったか。バリア、そろそろ観音様が相手してやるぞ。ここって何かに仕掛けかな。迷子になったらどうしよう。おお、よくやってくれた。Thank you.
取った。始末してしまいましょう。先に家計部隊を出す。で、俺は待機。作戦だから仕方ない。私にはまだなすべきことがある。敵将、撃ち取った。ヴィレンのご活躍、お見事です。たった一人の僕は、我が知略の餌食になりたいらしいぜ。私の策を乱しから先に始末しておく敵やめてもらう。リンゴを奪われてよかったと思うなよ。敵将、撃ち取った。援軍とは願ってもない。ここから巻き返しましょうぞ。やっぱり強い、すごいんですけど。
せ。撃ち取った。逃げろ逃げろ。ユーリが死んだか。
戦だ。二度と後に牙を向かぬよう徹底的に叩け。Let's go.
つもこの策略か。諸君がここまで強大だったとはな。復讐の策で恩に報い、俺にしかできない戦だっただろう。劉備は魏領に孫呉を打ち破り、義兄弟の無念を晴らした。だが、生死を共にせんと誓った者たちは、もう帰ることはない。それでも生きねば、乱世を終え、穏やかな明日を築くため。今、劉備は、関羽、張飛の遺児たちと共に、二人の墓前に立つ。これでいつか一面の桃が咲きますね。ああ。あの時誓ったな。生まれた時は違えど、同じ時に死のうと。だがすまない。もう少しだけ待っていてくれ。私は乱世を治める。このような悲しみを繰り返さぬよう作るため。みな、よくぞ二人の仇を取ってくれた。これからも私と共に戦ってくれ。いつかまた桃の下で組み交わそう、我が兄弟よ。